日本関東地方東京都江戸川区北小岩北小岩は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は北小岩1丁目から北小岩8丁目。郵便番号は133-0051。江戸川区北東部に位置し、道区の最北端にあたる。北で、葛飾区芝又、東で江戸川を挟んで対岸に、千葉県市川市、南で、東小岩、西で、 西小岩及び葛飾区鎌倉に隣接する。周辺の西小岩、東小岩、南小岩との総称で小岩と呼称することもある。地区の東辺を江戸川で千葉県と隠し、南辺を JR 総武本線、西辺を東京都道307号王子金町江戸川線で区内田地区と隠す。町域の大半に住宅地が広がり、 町域を南北に分断する形で、京成本線が東西に通る。鉄道線路以南が北小岩1.2、3丁目。伊北が北小岩4.5、6.7、8丁目。鉄道橋を除いて、対岸の千葉県と連絡する橋は、北小岩が接する江戸川存約2トルで、国道14号の市川橋のみである。北小岩1丁目では、 土地区画整理事業と一体で地盤をかさ上げし、江戸川高規格堤防が整備され安全性が強化した。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、北小岩8-7-14の地点で28万6千円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。JR 東日本総武本線、小岩駅は、南小岩に所在し、町域内には当たらない。AB、町長名別世帯と、人口、年齢別人口報告。江戸川区。 2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、町長名別通学指定校一覧。江戸川区。2017年12月13日閲覧。 江戸川区立小学校学校選択制のご案内。江戸川区2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区2017年12月13日閲覧。AB 斎藤博を広童話作家はいかが P54。ありがとうございます。